影山和は日本のプロ野球選手。旧制一岡中学では1942年に幻の甲子園大会と呼ばれる全国中等学校野球大会に出場。しかし一回戦で平安中の戸賀氏や津しに抑えられノーヒットノーランを喫する。当時のチームメイトに青木十三がいる。卒業後は早稲田大学へ進学。 1946年春季リーグから再開された東京六大学野球リーグでは内野手として在学中全試合に出場3回の優勝に貢献した。1949年には首相を務める。リーグ通算92試合出場341打数94安打打率276日本塁が38打点。 74得点は2008年に、上本博則が83得点で更新するまで、リーグ記録であった。1950年に、南海ホークスに入団。開幕から主に二類種として起用され、5割強の出塁率を残し、規定打席にも達する。翌1951年は一番打者、三類種に、周り、大下博士に次ぐ、リーグ2位の打率。315を記録。 リーグ3位の42盗塁を決め、リーグ優勝に貢献。新人王、初のベストナインに選ばれた。同年から4年連続で、オールスターゲームに出場。巨人との日本シリーズでは、前後試合に先発出場するが18打数4安打、2打点に終わる。翌1952年も2年連続で、ベストナインに選出されるが、巨人との日本シリーズは19打数5安打と、 あまり活躍の場はなかった。1953年にもリーグ5位となる打率30。303を残すなど活躍。しかし巨人との3度目の日本シリーズも全7試合の、うち後半3試合は無安打とチャンスメーカーの役割を果たせず、シリーズ3年連続の敗戦を喫する。球をよく見る打者で支給を多く選び、高い出塁率を誇った。 1951年から1953年まで3年連続で30投類以上を記録するなど瞬速でリーグ最多3イ打を4回記録した。守備力も高く、飯田徳寺、木塚中介らと共に100万ドルの内野陣を形成し、リードオフマンとしてチームに大きく貢献した。1958年までレギュラーを守るが、故障欠場も多くなり、 1959年は森下聖鎮らに定位置を譲る、同年限りで現役引退。その後はヘッドコーチとなり、監督の鶴岡和人を支える名参謀ぶりを発揮した。1962年には途中休養した鶴岡に代わって監督代行を務めた。球界でも有数の理論家として知られ、現役時代の野村克也の良き理解者だったと言われる。 その理論かぶりには、阪急ブレーブス監督だった西本幸雄も目をつけ、フロントの夜景商用を通じて、ヘッドコーチへの昇平を図り、影山も西本さんの野球には興味があると前向きだったが、後日の南海監督就任のため実現しなかった。影山は1965年のオフ、ヘッドコーチの辞表を一旦球団に提出している。 1965年11月13日に鶴岡の優退を受けて南海監督に就任したが4日後の17日に急性副人皮質機能不全で休止した。去年38。くしくもこの日は第1回ドラフト会議の日でもあった。影山の死教を受けて鶴岡は勇退を撤回し1968年まで指揮を取った。ありがとうございます。